皆さん、こんにちは。こんにちは。新政府の新宿の事務局長の鈴木富信之と申します。私はこの度は東京選挙区から出馬します。東京選挙区は今だけでも12名、いろいろな有名人から大政党の人から前田都知事選挙へ出た人まで、いろんな話題の人が出る選挙区ですけれども、その中で、新風の政策を、目いっぱい東京の有権者の人たちに訴えていきたいと思いますので、今日は神奈川ですけれども、ぜひ、東京のご友人、もう神奈川と東京というのはほんの今日も30分ぐらいで車で来ましたけれども、隣町みたいなものですので、ぜひとも、東京のご友人にも新風と、そして、私のことをご紹介いただきたいと思います。ここで少し新風のご紹介したいと思いますが、平成7年、今から12年前になりますが、平成7年の12月に結党された政党でございます。その間、平成10年、13年、16年、3回参議院選挙を戦ってまいりました。また統一地方選挙も3回戦ってまいりました。他にも地方選挙を少しずつ重ねてまいりまして、今全国で地方議員は十数名、この間の統一地方選挙でも3勝しております。東京でも1勝、広島でも県本部の幹事長が当選しました。また大阪でも1勝、地道ですけれども、確かにその進むとは一歩一歩、まだまだ力不足ですけれども、着実に、信念曲げることなく、そして新風の主張を挫折することもなく、進んでいるのが今の新風の現状でございます。また、私たち新風はそういう意味では世間受けするようなことはなかなかありません。有名な候補誘うんですけれども、やはり新政党新風からの出馬というのはなかなかご承諾はいただけないんですが、ただ言えることは、新風でしか主張できない、新風以外には主張できないような選挙主張政策というのが、やはり私たちの一番意図するところ、また誇れるところではないかと。次の国政選挙でも、私は東京選挙区で堂々と核武装を訴えていきます。実現には障害も大きい、技術的な障害、また世間的にも核のアレルギーも強いです。その抵抗も激しいですけれども、これはもう間違いないですよ。核武装を堂々と党として、党の政策として選挙戦で訴えていくのは、私たち維新政党新以外にはありません。また憲法問題、安倍首相は憲法改正を選挙の目玉として訴えていくつもりらしいですけれども、しかしこれも間違いなく、自民党案であろうが民主党案であろうが、私たち新風以外に現憲法占領基本法としてその執行破棄を訴える政党、これも他にはありません。また教育問題でも、教育直後の復活を堂々と、内心それを願っている議員さんはいるんですよ。自民党の中にもいる、民主党の中にもいるんです。しかし選挙戦の中で堂々とそれも主張していく政党、そしてその政党の公認候補、これもやはり私たち新風以外にはないんです。そういう意味では唯一正論を堂々と主張する政党、それが私たち維新政党新風です。この夏の参議院選挙でも全国で10名立てます。比例代表3名、党首の大谷代表をはじめ3名です。そして選挙区では北海道、東京、このご当地神奈川、愛知、本部になります京都、そして岡山、九州は福岡、選挙区7名、
そして、比例代表では、五谷代表、松村広報委員長、瀬戸広報委員3名が全国を駆け巡る、そういう選挙戦になります。ぜひともこの神奈川県でも、この後、私これから進行役務めますので、神奈川候補の増口候補、何卒よろしくお願いします。そして全国で、全国のご友人、知人、そして愛国者のネットワークの限り、私たち新風の存在、主張を伝えていただきたいと思います。そういう意味では、過去3回、約10年戦ってまいりましたけれども、まだまだ私たち新風のことを理解していない方が、理解どころか、私たち新風の存在を知らない人が、この日本にはたくさんいるんです。私たちは自信を持っています。私たちの主張を聞いてもらえれば、こういう機会をいただいて、私たちの政策を聞いていただければ必ず支持者が増える。私たちは正論を訴えていく。そのために隠れもしませんし、私たちの政策を隠しもしませんし、堂々と私たちの新風の練りに練り上げた政策と選挙主張を皆様にお伝えするだけである。私たちの選挙戦はそういう正々堂々としたこの日本に正義を回復する戦いです。そのように思います。ここは、私の選挙区の隣ですので、進行役に務めます。それでは早速この後神奈川候補、そして、私たちも新風の党代表を順番にご紹介していきたいと思います。